医療現場にいらっしゃる方こそ、実はこういう本に触れてないんじゃないかなっていう思い、心配もあります。毎月っていうぐらいに話し方の本が出版されるんですね。どうして同じ話し方なの？毎年毎年ボッシュじゃない方の SDGs をリアルな授業と結びつけてるじゃないですか。おっしゃったことそのもので、実は SDGs 自体はちょっと前で言うと CSR っていう、まあ、社会の局の方で担当課から送られてきまして、それに私の中身でこういうチェックが入ったり、直した部分に太線が入ってたりするんですけど、まあ、習えないっていう習えないようなことを、まあ、大学、質問で、メンタリスト DAIGO さんですね。後悔しない超選択術ということで、この本はまだまだ売れてるんだろうなというふうに思いますけど、まあ、電子書籍なのですいません、この iPad 内に入ってますが、はい、こんにちは。もうお昼時間ですね。いた。こんにちは。はい、カフェごっこの方ですか？そうですね。富山市太郎丸にありますバンブーギター教室さんの中で出張販売されていますので、皆さんスペースであり多目的カフェですね。カレーライス、オムライス、マスの寿司、これも自家製ですね。はい、そうです、はい、こういったメニューのオムライスと、これは おかん弁当。おかん弁当、はい、あるブルースプリングのオーナーの谷口です。よろしく。遊びに来てるみたいな。遊びに来てくれたピンクの人って、その印象なんで。今日はあの船橋村の中で経営をしているサッカー場がありまして、そこで私が責任者なんですね。その子供たちが今雪上サッカーをするということで、まあ、一緒に汗を流しに来た感じです。8割ぐらいが富山市から、あとは近くの市町村からそれぞれ通ってくれているので、まあ、子供らの健全育成になると思いながら、大人の方がひいひい。まあ、私自身は指導はあまりできないので、まあ、いろんな指導員の方に助けてもらいながら、まあ、私はそれを全体を守る役割として経営者として頑張ってます。